というわけで皆さん、前回俺がソロマス達成した時のこれアーカイブなんですけど、ちょっとね、こん時の俺のテンションなんかめちゃめちゃやばかったよってリスナーから心配の声が上がっていたので、ちょっと自分で見返してみようかなと思いますので何が流行ってんだ今。初めての声がおる時か、ベルトか、なんか今のボカロ界隈は何が熱いんだ、教えてくれよ。やたらテンション高いですね、なんか知らんけど。一周待って頭のネジが一本ぶっ飛んでるような感じがこの当時の俺には伺えますね。神っぽいなってなんだよお前、神になれよ。神っぽいだけで妥協してんじゃねえぞいや別にいいだろ、そういう曲名なんだから知らねえよねそんなそしてこの後がなんか問題のシーンらしいんですけども、ちょっと一緒に見ていきましょうか。ダダ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 刺されたのか自分でアップした。え、マジで言ってる、え、マジで言ってる、なんもなかったけど、すごいショック受けてる、かわいそう。マジで、なんだっけ、しか出ない。わかった、わかった、わかった、わかった。わかった、わかった。はっ、飛ぶのそれ。いけなかったわ。味方二人上にいるのに、なんで一人でジャンパーで降りてんだ、俺。これ大丈夫なの？いや、そうだよね。待って、これ何やってんだ、俺。いや、そうだよね。これ落ちたらやばくね？待って、俺死んだら、やば、ごめんすぎなんだけど。うわ、いや、ちょっと待って、マジでごめんすぎ。うわ、やってる、この俺。これ、そもそもなんでジャンパで降りたの、あそっから俺。バカじゃねえの抜けるぞ、ここから。やってられっか、これ以上。ボコボコにされてる。無理だ、あれは、もう。うわ、そこにもいんのか。かわいそうに。逃げろー、今の俺たちじゃ勝てねえ。うわーだるいって、だるいってそれは何それ、マジで。ちょっと待って、ちょっと待って、何それ、マジでありえないんだけど何このマッチ、何なの、うわすごいすごい、このマッチ何、マジで、うわすごい怒ってる俺ありえないだろまだ言ってる運が悪いなんてレベルじゃないんですよ。もうなんか、いや、もう引き寄せてるとしか思えない舞台よ、今のマッチおかしくねえかすごい文句言ってるここはあれか、地下にこもってる時か、なんなら地下の方が有利なんだよね、これって。実は前からわざわざ相手が来ないと車線通せないんだけど、そうだ、相手はこうやってポイって降りてこないと、わざわざ上から打ち下ろさないで、俺らのことは。そうだね、この狭すぎて中が、でアンチ移動ってなった時も、例えばここの上にいるやつと俺らがで向こう側行くってなっても、仮にね、上のやつが先に降りなきゃいけない。ああ、そうだね、上のやつがそう体を出さなきゃいけないんだよ。うん、わかる。どんなにこっちを警戒しようと思ったいや、ちょっとすごい、下り顔で説明してる最中にもう激論にされてるちゃうんだ俺。お、ガスくれ、ナイス、うまいぞこれ。回復してちょっと、待って、出すぎこれ、絶対出すぎこれ、何考えてんの俺。うわやっぱこれ、いやバカじゃん俺散々ちょっと数十秒前ここでいいとか言っといてさ、俺が前出すぎて落とされるってやばくない散々ここキープで言ってんのに、これ負けるの、もしかして。うわ、アークスターじゃん。うわ、マジか、うわ、壊滅するのこれ、もしかして。地下が逆に地下がすごいいる。
いやいや、これ地下のせいじゃなくて、俺が前出て落とされたせいでこうなったんだって、絶対。うわ、やってるわー情けねえよなー。こんなダイヤ1の半分まで来た男が、こんな弱気な、弱音入ってんの。情けねえよなー。でもマジで来るんだわ。スライドマスター行けばいいよな。もういっぱい弱音入ったっていいよな。泣き言言ってもいいよな。すごい減らってんじゃん。いいだろう、今、どんだけ俺弱ったって。マスターさえ1枚ば今どんだけ俺情けないこと言ってもいいよな。でもこのマッチからだよな、俺が変わったのって。いやー、弱いって罪だなただ俺が強いだけでいいのにさ、ただ俺が弱いって言うだけでこんなに惨めな思いしなきゃいけないんだなそうだな、まあ、現実は強くないとダメだな。未熟ってつれえな。それかホライゾンのアビリティの音聞こえた時点で離れなかった俺らのせいか。考えを放棄したら終わりだな。なんか弱音ばっか言ってて考え放棄したらダメなのこのゲーム。まだいい、まだなんか俺が残ってるからまだいいか。ミラージュだし。明らかに変わったね。ここで絶望をかみしめて一皮むけたわ。これは最終マッチだな。後悔させねえから。俺のことをしたことを絶対後悔させない。いろいろあったけどさ、もしこれでソロマス達成できたらさ、努力って無駄じゃないんだなっていうか、挑戦することに意味はあるんだなって、そういうのを見せたいな。なんか泣きそう過去の俺の発言に俺までなんか涙ぐんできたハ絶望だな。最後に味方を二人失って、しっかりしてるわ俺さすが、この時の俺はソロマスだったな。あー、うまいわ我ながらうまいわ。それはここもうちょっと削りたかったな。でもあー、いいねいいね、弾よけの意識。あー、ノーダメで落としたの偉いな。ここはここであと30ポイントでマスターだったから、もうこの時点で確定したんだよマスターを。おい、お前らマスターいたぞ。おいおいおい、マスターいたぞ。おいどうするよやば、マスターいっちゃった。うわ、マジかマジか、俺マジか、もう泣いてんだよなここで。マジか俺マスターいったのか俺マジか。ちょっと待って、ダメだダメだ、落ち着け。違う、そうじゃない、もう泣いてんだよなマスターいったの俺、マスター行ったの俺、ソロマス行ったの俺、これでマジ。ちゃ、あれ入った、ここここアークスター2個でやめたのはなかなか偉いねこの時ね、もうなんつうか半分もう泣いててさ、俺もエンディングまで泣くんじゃねえさあ楽しもうぜ。かっこいいこと言ってるけど、もうほとんど泣いてて前がね見えてなかったんだよな。これいいアークスター投げるね。この時めっちゃ画面見えてないのにさ、ここすごい、もう画面全然見えてないのによくいいエイムしたわ今の俺。ウルトのタイミングもいい。ここドローバー落としたかったね。いやでも頑張ったな。いい、なんだかんだこれが俺のエーペックスだ。おら頑張ったな、ミサオ頑張ったな、わかるぞこれが俺のエーペックスだ。さんざん苦しかったもんな改めて見ては面白いなこのマスターまでの奇跡、なんか元気もらったわ俺も今シーズン頑張ろう。へこたれてたけど、ありがとうお前ら、ありがとう。